ただいま朝の5時5分くらいでございます。なんかね、最近の旅行の旅、一泊して朝から晩までみたいな回が多いんですけれども、よくよく考えたら昔はね、香川だろうと愛媛だろうと日帰りで行ってたんですよ。で、今回はですね、まあ僕と哲也くん2人で佐賀県に行くわけなんですけれども、まあ、まあまあ遠いじゃないですか。しかしスケジュールの関係で1日しか捻出できなかったということでね、久しぶりに始発で行って終電で帰る。朝の5時に出て着くのが10時半くらいになりますね。そして終電で帰るので向こう7時くらいには出なきゃいけない。なので滞在できるのが9時間ないくらいなんですよ。本当にね、限られた時間になるので密度を濃くして楽しみたい所存であります。哲也君とはね、また別のところで合流なので、また合流したところで改めて入りを取りたいと思います。楽しみです。行ってきます。時刻はですね、10時半過ぎでございます。なぜ佐賀駅に着いたのに僕は一人なのかと思うかもしれませんね。そのまさかでございます。まあ、哲也くんがですね、博多まで新幹線で行って、そこから電車でね、佐賀駅に来るんですけども、まあ、やっぱり我々ね、普段東京に行き慣れてますので、自然とね、東京行きの新幹線に乗ってしまう。それね、めちゃくちゃよくあることなんですよ。それで哲也くんはどうやらね、あの逆方向の新幹線に乗ってしまったせいで到着が遅れているということらしいですね。まあでも全然怒ってもないですし、こんなよくあることだと思いますので、哲也くんが来るまで、あの駅の中にある、なんだこれっていうコーヒー屋さんみたいなところでね、あの時間を潰したいと思います。ということで1時間くらい駅の中のカフェみたいなところでラテをしばいて待っていましたけれども、哲也くんが到着したみたいなんで、ここで待ってたいと思います。佐賀駅ってあるくらいなんで、愛知でいう名古屋駅みたいな場所じゃないですか。なんかその割にはすごく人がゴミゴミしていないというか、そういう意味でね、我々のような田舎民にからしたらすごくね、落ち着く。すいませんでした。おっと、何をしてたんだね。反対方向に行ってました。まあよくあるよね。え、ちょっと待ってください。誰ですか？ドラマ、映画、ミュージックビデオ撮影終わって、もうと思ってオレンジ捨ててきたよ。でも4歳おかかりましたね、さすがに。4歳おかかりたんで1時間遅刻もオールオッケー。いやいや、4歳、まあまあまあ1時間くらいね、よしとしたいところなんですけれども、まあ今回ね、始発で来て終電で帰るという荒技のため、もう7時には帰らなきゃいけないわけですよ。効率よく回りたいわけなんですよ。それどこ行きたいか決めてますか？ノープラン。いや、僕もノープランなんですよ。佐賀県でもちっちゃいんで、移動でめちゃくちゃ時間かかっちゃうとかはね、よっぽどないかなとは思うんですけれども。ちっちゃいのね。そう、結構ちっちゃいですよ、県の大きさとしては。あ、だからか。なんかさっき向こうの駅改札出たら、見たことある人いたの。え、有名な人？有名ですよ。そう、見に行こう。もうどっか行っちゃったんじゃない？迷惑かもしれないよ。え、もう手を振ってる人がいる。ちょっと行ってみましょう。何で逃げんの？よく坂へ。めちゃくちゃ有名な人だ。知っとる。知っとる。めちゃくちゃ有名な人がいる。え、どうしたんですか今日こんなところで。いや、呼ばれてきたし。そうなんですよね。やっぱ佐賀県を引いた瞬間に杉岡さんのやつ会えるじゃないかと思ったわけですよ。お邪魔します。お邪魔します。今日ですね、我々佐賀県って何があるんだろうと思ってですね、何もないで有名な佐賀県なんなら釣岡がいるっていう県なんで、もうなんなら今日ね、イベント全部終わってますからね。いや、どうもどうもってたの虫眼鏡だとこや旅行旅佐賀県やったー。一旦昼飯を食べようということでね、はいはいはい、連れてきてもらったんですけど、どういうとこか説明する前にまずは撮影許可ですよ、うん、いやいや、説明しがいいんじゃないのまあそうですね、毎回恒例の撮影許可の方を説明するだけして映せなくなったらちょっと悲しいでね。じゃあ哲也さん、いってらっしゃい。人多いな。はい。なんであんなコントみたいな走り方するの？いつもうわー、ちょっと長引いてたからな、やっぱ厳しそうかな。どうだった？死ぬほど忙しそう会話ができないレベルで忙しそう責任者が今出てるんで、ちょっと待ってもらっていいですかねってやってました。あ、そうなんですね。で、なんかもう今来るんで待ってくださいって言われたけど、責任者を呼んでる素振りがないんですよ、うん、呼びますからねってずーっと来ちゃってるからこれ来ねえな。め
ちゃくちゃ忙しそうだったな。めちゃくちゃ忙しそうだった、相変わらず。しかしね、あの注文するときに一応確認したら、うん、他のお客さんさえ移さなければということだったので。いや、どうやって連絡取ったのと思う。どこにいた責任者。でちなみにこれ何ですか、これは。豆腐が有名で、はい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 、めちゃくちゃ美味しい、うん、あんまイメージはない、うん、佐賀といえば豆腐でしょうとはなんないですけど、佐賀といえば豆腐でしょう。そうなんですね。じゃあザル寄せ豆腐、ザル寄せ豆腐、揚げ出し豆腐、出汁豆腐、はいはいはい、めちゃうまい。ちょっと先に食べてもいいですか。うん、うんめ、やった、うんまい、これはうまい。うめ、俺出汁食ったことないんで、ちょっとようお客さんも取ったな。出汁もしっかり取っていただいて、すいません、申し分ない。めっちゃうまい、うまっ、食べてみてください。ありがとうございます。うまい、ザル寄せ豆腐、はい、同じものですね。いや、じゃあいい。じゃあいい。うん、どうでしょう。熱そう。熱っ。これはもう揚げたてってだけやん。でも出汁がなんかすごい薄いのにめっちゃ味がしっかりじゃない。ああ、わかる、出汁豆腐。出汁だけごくごく飲みたい。いやー、これは佐賀まで来ないと食べれないですね。人生で食った豆腐の中では相当トップクラスなの。そうですね、あんまり豆腐って大好きだね。そうね。何撮ってんすか。いや、哲也君のタバコシーンかっこいいかなと思って。ダメですよ、そんな。なんで、なんでですか。イメージ悪いじゃないですか、青春派でやってるのに。冗談ですよ、吸わないですよ、今度。でもなんかすごいですね。ちなみに今からはダムに行ってボートからワカサギを釣りたいと思う。ボートから、自分たちじゃ絶対ない発想。そうだね。確かにダムに行くもボートでワカサギもないもん。男とボート乗るなんてよくわかんないもんね。俺ら女とボート乗るがわかんない。俺らも乗らんやん。ワンちゃん、ダルさん、うお、ダルさん、ダルちゃんとお知り合いなんですか。初対面。初めまして。勝手に名前つけたから。DM。 あ、そうなの。あ、そっかそっかそっか、すごい。ここがダムらしいけど、でも水がなんか今は少ないらしくて。へえ、あ、確かにすごい、水が溜まってたんであろうなって感じはしてるね。だから不安なのは俺が本当に下手くそだってことだよね。釣りが下手くそわかんないけどね。なんでだろうね。臭いのかな。臭かったら釣れるだろ。そんで、おい、魚にせえだろ、それは。だってなんか夢丸がさ、先月のネタでさ、いくら釣りが下手な哲也でも一日中釣りをしてたら一匹ぐらい釣れるんじゃないかっていうネタ提案しててさ、何それって言ってボツになったよね。いや、ほんとそのネタが出てしまうぐらいなんで、ちょっと今日はそこをね、注目して。虫ちゃんと俺の対決もあるから。あ、そうですね。リアルにこれで釣った分だけ食うぐらいの気持ちでね。なるほどなるほど。釣れなかったら食えないし、逆に釣りすぎたら食べなきゃいけないし、なんで頑張って釣っていきましょう。ええ。わ、すごい、楽しい。楽しい。すごい、地面を叩いた階段だ。掘っただけの階段。階段作る気が多いな。本当だ、本当。これ階段作ったに違いない。おお、行くね。危ないよこれ結構。おお、気をつけてね、揺れるから。やめなさい。ちょ今僕たちはすごくなってきたのかしら。縄文じゃん。船尾さんが船を解説してくれます。はい、船の免許持ってます。お、すげえ。こっち3人で、はい、免許がいる船で。おお、なるほど。こっち2人は無免許です。言い方やばいな。仕掛け作ります。仕掛け、仕掛けを作りますよ。釣りの仕掛けです。釣りっぽい。釣りに関してはもうほぼ釣り童貞なんで。釣り童貞か。そう、なんか竿と針があるってことしか知らないですよね。じゃあ釣り童貞を犯しますか。おかしますいただきます。とりあえず穴に入れます。ねえねえねえ、この長い方を皆さんに使っていただきます。宣伝したら宣伝。あ、まさかこれは、はい、なんと僕らのコラボロッドなんですよ。おー、いいんですか、そんなも持たせてもらっちゃって。で、こういういっぱい針がついたやつ。おー、オランダ仕掛けですね。はい、知ってます。全然、今、書いてあんの読んだだけだね。なんでオランダ仕掛けかって俺らも知らないんですよね。知らんすか。知らないですよ。なんでですか。いや、わかんないです。なんだよ。すいませんね。これ餌は何なんですか。ウジ虫です。え、はい、てっちゃん大好きなウジ虫ですか。うん、まあそういうことになってないですよね。あ、で、あ、かわいい。でもこのウジ虫はピンク色のウジ虫だ。はい、確かになんか気持ち悪くないね、ピンク。逆にピンクだから女の子もきっと好きですね。
なんかと結婚されてないんだっけ。公開オンエアで発表しよう。あ、それいいね。いや、重たいな。バツイチの彼女がいる。あ、はい。あと5年彼女がいないので募集中。なるほど、多種多様だ。で、この人が元暴走族の総長。どっちなんだろう。これは本当。本当かい。キャロルの9代目だっけ。キャロルの9代目。完成しました。お、来た、ついに。すいません、全部やってもらって。ありがとうございます。おお、おお、ちょ、こんな、あの、待って、大丈夫、大丈夫。離れて、離れて、離れて、ヨウダイさん、飛んで、飛んで、飛んで、早く、行くよ。もしかして、おじさんたち遊んでる、これ。それでは、行きますね。はい、はい。かっこいい、この操縦姿。すごいな。え、すごい、こんな旅行の旅でこんなことができるなんて。素晴らしいぞ、今この景色。このウジ虫をですね、針をこうウジ虫の角っこに刺すんですよ。はい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 。この次の針を一回つけた反対側の端っこに刺すんです。へえ、同じウジ虫に二つ針通すんですね。はい、真ん中でするとちっちゃい餌が、ここからアミノ酸が出てそれにやってくる。へえ、なるほど。動画に見えそうな角度で。指めちゃくちゃブサイクじゃねえかお前。失礼な。どっちがウジ虫か分かんないじゃないかこれじゃ。できた。お、どうでしょう。おお、いいんじゃないですか。うん、ちゃんと刺さったよね。マジ。ここここここ。ああ、アミノ酸が。え？え？なんて？帰ろうかって言ってる。今日もダメ。今日も初めて来たんだから期待感持たせてくださいよ。すぐは釣れないもんですか。あと、いい群れがちょうど当たるとパパッと釣れて。なるほど。じゃあもう群れ待ちなんですね。群れ待ちっすね。群れ群れです。あ、そっとカメラ。謝った。癖になるな、あの、すいませんが、この糸をとりあえず人差し指にかけまして、この輪っかをカチンと上げます。で、人差し指を離すとシュル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 と落ちていきます。お、はい、これを戻してやって巻いてあげます。すると糸が張ると竿がちょっと曲がります。これだけです。じゃあ落とします。せーの。おー、釣れた。おー、なんつータイミングですか。スタートと同時にゴールしよった。わ、釣ってる。別にさ、見た感じさ、すごい何か悪いことしてるわけじゃないじゃん。うん、マジで釣れんのよ、私。いやいや、そんなもんないんじゃないですか。横で釣んのよね、あえて。いやー、簡単だな。わ、やばい、あれはやばい。あ、落ち着いてるな。こっちを見る余裕がある。てっちゃん、うわ、これですわ。そう、すいませんね。専門だね。お、来た。お、ずっといる、ずっといる、ずっといる。あ、なんて、ゆっくり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 。4ピルが5回ぐらい継続した。おお、なー、うそ。絶対痛い今、おかしい、ね、動画の撮れ高作りたがってるじゃんそれ。おかしい、痛っ。嘘はいかんよ、嘘。ちょっと待ってよね。いや、移動か。じゃあ引き上げなきゃと思って引き上げたらついてた。どういうこと。哲也君、すいません、先にいただいてしまって。出た、このパターンだ。置いてかれんな、ね、こうやって。待って、ついに完全にプルってる。いけ、哲也君。え、今のマジで一瞬じゃない。あー、来た、哲也さん。来たー、ヒット。あ、すごい、2匹。あ、で、マウントを取っていく。え、これも、え、もう来てんじゃない。今下ろした瞬間またやったかもしれない。あー、お、でかい。来た来た、すごいテンポだ。やっちゃいましたよ、2匹目。おー、来た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 。あー、すごい。牛君も2匹目。来た来たかもしれない。ちゃん、なんじゃ、でけー。あー、やった、でかい、でかい、すげー。多分ギネス級。ほら、来た。すごい。おー、いやー、すごい。おー、すげえ。3匹ついてる。来た。おー、すごい速度。
お、ついてるついてる。なんかもう感動がもう薄れてきたもんね。早く次行きたい。今までのは道具が悪かったんですね。そういうことですね。これ買った方がいいね。これどこで買えるんですか、これ。全国の釣具屋さんで。なるほど、皆さん、お近くの釣具屋さんに行ってぜひ買ってみてください。これバカバカ釣れたね。釣り横全然釣れないね。全然釣れ。何匹ぐらい釣れました？2人合わせて15ぐらい。うわボロ負け。うわすごい。うわすごい。でかいもん。釣り横もだって5人ぐらいじゃない。おい、やられたら。途中4匹ついてきたりとか。ね、6匹ついてきたりしてたもんね。おお、やばいやばいやばい。くそ。釣りを代表するユーチューバー。忘れてた。くそ。この人たち釣り専門の人だ。この人たち釣り上手いおじさんたちだ。やられた。見事楽しませた。家でバーベキューとかお風呂とか準備してる。そんな楽しいことあっていいんですか。もういっぱい楽しんでください。やったやった、行きましょう。急に真剣な面持ちの何かを。これは、はい、めんつゆに生きたままつけて、呼吸させてめんつゆ染み込ませて、それをそのまま白焼きにするという。へえ、おいしい食べ方。ちょっとお魚入れます。はい、お水。あ、すごいすごい、焼きそばみたい、焼きそばみたい。ゆきゆきこっちにはめんつゆを入れます。おお、ちょっと残酷だけど美味しく食べるため。いや美味しそう。うまそう。おお、これはうまいだろう。この釣ったワカサギ、はい、持って帰って食べますか。はい、やったさあさあ、車が止まりましたけど、普通にあのね、家を移しちゃいけないと思うんだ。なんか回していいって言われたけど、はい、めちゃくちゃ西からなんから全部OK で。いやいやいや、西岡さんじゃないですか。出てるから OK で。お邪魔します。どうぞどうぞ、いらっしゃいませ。すごい、佐賀観光で西岡さんの家にお邪魔しております。新しいメンバーの小玉と言います。小玉さん、小玉さん、いや待って待って、すごいものが。え、入るか。すごい。うわー、いい気持ちよそう。これなんかいつも思うけど、焼け死なないんですか。焼け死なない。大丈夫。まあ水があるからそんな焼けるほど熱くはならない。まあ一応お風呂じゃないですか。お風呂だチンポを出すわけじゃないですか。チンポ出していいんですか、ここで。こんなパーパーなところでチンポを出していいんですか。すごいな。佐賀チンポ出していいんだ。すごいな。うちメンバーの畑くんです。あ、だからお久しぶりです。虫くんです。そう、でもちょいちょい言われるよね。似てるってよく言われるけど、そこまで似てない。メガネとちっちゃいっていう、そういうところだと思う。6人組はちっちゃいメガネの人がいるんですね。あー、かわいい。はじめまして。お手。わー、すごい。おいー。あ、なめたらチンポできた。なめたらチンポできたぞ。ほら、丸。ほら、お前チンポ出すなら帰れ。わー、見て、釣りのガレージがある。すごい。あ、これはシミュレーションゴルフ。すごい。ガチすぎません？で、近所も仲いいから、どんだけうるさくしても OK っていう。すごいから、あんまうるさくはなんないんですよ。いやもう男が好きなもん全部あるもん。ここですか。はい、こっちが、はい、竿が並んでます。おー、おー、すごい店じゃん。うわ、もう全然、ね、そう、専門知識がないから何とも言えないんですけど、めちゃめちゃこれやりたいもん。もうすごい素人な質問ですけど、なんでこんなにいっぱいいるんですか。釣る魚によって釣り方っていうのが変わるんですよ。で、その釣り方のために同じように見えて硬さが違ったり、うん、なるほど、曲がりどころが違ったりする。あ、なかなかです。なるほど。先日手に入れた椎茸の原木です。あ、これ取ってもらって。焼こう。これ体験どうぞ。食べれます。マジ、キノコ狩り体験ですね。いいですか。はい、大丈夫ですか。おお、上手。椎茸狩りを。めっちゃ簡単ですよ。いいんですか。テクニックが必要ね、徳ちゃん。テクニック必要。おい、上手。やったー。今日のバーベキューで食べます。僕が取った椎茸です。自分で食うぞ、これを。さあ、キム君。はい、どうぞ解説。お風呂におみかんを入れるので収穫します。なるほど。うわー、それがいいで、みかんの収穫ですよ。はい、支えててください、下を。はい、いきます。はい、おお、取れました。取れるか、取れるか。おいしょ。おいしょ。おおさあ、完璧。じゃあ風呂入りたい、入りたい、入りたい。行きましょう。
行くぞ行くぞ行くぞ。岡山もあと10年経ったらこんな暮らしをしてほしいな。最終的にやっぱ目指すべきとこって感じが、うん、まあ軽くこの左がキャンピングカーなんです。軽くない、軽くね、軽くない、軽くない行っちゃって、おお、はい、すごい。ちなみにドラム缶デカキンさんが一回入ったことある。よく壊れなかったな。これね、これまた美味しそうなやつやん。まさになやつ、うん、もう分かりやすくこれ炊いた米はうまいやつやん。なんか圧倒されてるわね。うちに来た人をこんな気持ちにさせられないもんな、ね。じゃあ行ってきます。いや違うな、なんかこの新しいね、アップルのイヤホン持ってる人が羨ましいわけじゃないよ。そう、こういうことなんだよな、ゴールってかまどが欲しいもん今。そして野菜もあります、こちら。え、こんなに1個の家でイベントあることある？スリオカファームって書いてある。スリオカファームだ。この列がジャガイモですね。へえ。ここから白菜、白菜、白菜、キャベツ、人参、左奥が大根で、左手前がほうれん草。へぇ、え、いいですか。大根とほうれん草がもう食べれる状態なので、あっちに行きます。違う、ぶっといの状態です。じゃあ、ぶっといのよいしょ。おぉ、左曲がり、先が太いタイプ。反り上がってるよ。これはすごいぞ。これはすごいものだった。これを草みたいな感じ。そう、結構力いるかも。支えておきましょうか。いけいけ。うわー、すごい、すごい、みずみずしい。楽しいな。料理をしましょう。最高だな。自作らしいですよ。どれ？え？自分たちで作って。すごい。何を言ってるんだね。10日目でこれ作ろうって言ったら絶対ふざけちゃうもんね。こうやってったらもう崩れるもん。夜はここに120インチのスクリーン貼って映画とか見れるような。すごい。ご飯炊けました。てつやくんはもう、てつやくんもう来るっていう、くつろいでるからお米に興味なくしてるから。完全にくつろいで。あそこいますね。ビールとか飲んでる、飲んでる。いいですか、これ開けてしまって。どうぞ、はい、オープン、オープン。うわー、うまそう。ちょっとおこげが、はい、うん、いい、せーの、おい。油断したら熱いし、油断したら落とす。てっちゃんタバコ吸ってサボってます。作り入りました。今日登場したものは全て手作りです。はい、見せる動画も上がってます。はい、ぜひ見てみてください。てっちゃん、何タバコ吸ってるの？てっちゃん、タバコ吸ってます。めちゃくちゃまったりしてた。3回ぐらい呼んだからね。ちょっと肉見て、肉来たんだよ。やばい、噂の佐賀牛。佐賀牛ですか？佐賀牛ですね。うわぁ、こちらタンかな。実はめっちゃうまいんすよ。申し訳ないな、こんなにいい思いをさせていただいて。本当に、もう見るだけですよ。ちなみにさっき取ったほうれん草をバターホイル焼きにしてます。 うまいやつやん。ほら、これはやばい。綺麗にカメラすらも外すのも出してる。全然もない、全然やらん。これが美味しいんだね、この肉。よいしょ。うわー、タンもやちゃっちゃう。あ、おー、お米がやばい。米だけいいですか、先に。普通ご飯、お米だけ食べないけどね、普通はね。いただきますね、一旦ね。ちょっと芯があるかも。見つまったかも。まあ、出てる。芯がありますよ。星があるみたいな。これが、これ炊飯器だよ。炊飯器のこれで。じゃあ、炊飯器のご飯とお釜で炊いたご飯、ちょっと食べ比べてみよう。やばい、嫌な予感しかしない。めっちゃうまいですよ。めっちゃうまい。え、そっちの方、そっちの米は、お釜で炊いた方はね、芯がある。褒めてる風やもん。芯がしっかりしてる。じゃあ、ていじゃあ、ていいただきます。いただきますね。お茶は、お茶は、うまいやつやん。おや、終わった。まだある。ハラミを、うわ、いいんですか。うわ、うまそう、ハラミ。すいません、いただきます。食べちゃえ、食べちゃえ。気をつけた方がいいよ、それ。まんまる。どやさ、目がうまい。どやさ、うますぎんのよね。じゃあもう乾杯しちゃいますか。はい、飲んでください。いけるかな、いけてるかな。どうぞ。譲り合いが。
今日はいろいろとありがとうございました。頑張ります。じゃあ、札幌です。ああ朝日ビールは朝日しか飲めないんですよ。ある、え、あった、はい、あった。お、まさかの、そんな、そんなご迷惑をもうこうやって罰ゲームで人に迷惑をかけちゃいけないんですよ。俺だけが罰ゲームの良くないところ。うわー、これが天柱に使ってる生甘って飛ぶやつ。そう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 。うわー、美味しそう。ちゃん、バーター焼きの方を、うん、開けちゃっていく。牛さんが収穫したやつですね、これ。そうよ。うわー、うわー、うまそう。いただきます。あっかやった。いや、うまいでしょ、そりゃ。でかったのに、あった。あ静かにもだえた。そして、二人が収穫した椎茸が焼き上がりました。お、来た。塩だけ、塩だけでしょ。シンプルにね。おー、かわいい。行っちゃっていいですか、これは。どうぞどうぞ。これは僕が取った椎茸ちゃんを。はい、ジューシーでしょ。おー嬉しいな。グー出ました。グーグーグーが。そんなタイミングで朝日スーパードライ、あー来た。それまで飲んだもらうか。縛りがあるから。申し訳ございません、うちの迷惑だったな。迷惑だ。あー、もうこれで完成ですよ。帰りたくない。永住したい。いただきます。うめぇですね。もう大丈夫だと思います。あ、来た。この2匹大丈夫だと思います。いただきます。めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂いする。嬉しい。そんなもんしかないやん、ここ。そんな食いもんしかない、本当に。まずいもん出してほしいもん。あ、これはちょっとイマイチですね、と出してほしいもん。じゃあ、めっちゃいいよ、すんだよ。はぁ、うまっ。怒ったついに。信じらんないんだよね。おしょ、おしょ。てんちゃんが取った大根、大根のお味噌汁でーす。あら、ありがとうございます。やっぱ我々赤味噌大好きですね。そこが違うからです。あ、そっかそっか。僕たちは岡崎市民の八丁味噌の地で生まれたから。いただきます。落ち着くね。分かってても面白い。魂打ち寄ったか、白味噌に。俺らを白味噌でうならせることができる場所なかなかないと思う。いただきます。味噌汁なのかな、もはや。これは何でしょう。清水。清水だ。動画撮らなくていいか。もうカメラ回すのめんどくさがってるんですよ。黙って楽しみたくなってた。寒すぎる。もう終わりですよ。もう終わってしまいますね。最後にね、はい、入らせていただきたいと思います。ありがとうございます。入っていいですか。入っていいですか。場所よ。大丈夫かな。あ、だだだだだ。熱いのか。熱い。熱い。大丈夫大丈夫。ちょっと足が冷えすぎてる。あ、なるほど。慣れたら、慣れたら。やばい、気持ちよすぎて。よいしょ。気持ちいい。気持ちいい。湯気すごい。あと、うちからプレゼントがあと一つあって、え、佐賀で一番有名なミュージシャン、エガちゃんという人がいるんですが、エガちゃん、エガちゃんの生ライブを始めまして。こんな正面で。いいですか、歌わせてもらって。お風呂の正面でやってくれるんですか。じゃあ、エガちゃんお願いします。オリジナルソングなんですけど、はい、魔法をかけてみた。お願いします。お願いします。僕の心には君がいるのに、僕を騙した彼のことを話す君があまりに輝いて、目を背けた時よ止まれ、時よ戻れ。
時よ止まれ時よ戻れ、もし僕に魔法が使えたら君の彼になって手をつないで瞳に映る僕の顔が僕じゃなくたっていいんだ、魔法が溶けて。今僕が君にできることは幸せになるって願うことだけど、そんな器用に思えない僕ら最後にお願い聞いて魔法をかけて、めっちゃいいやん。よかった。よかった。釣り岡さんたちがね、聞き慣れてるのか分かんないんですけど、めっちゃ聞いてなくて、めっちゃ入ってきてる。作るな。でさ、全国46都道府県、コロナリッサが編でございました。いや、素敵すぎるでしょ、これは。いや、皆さん、こんな素敵な県だって思ってましたか、ね、観光、まあいろいろしてきましたけど、はい、一番ちんちん丸出しで言われてる。本当ね、旅行の旅って言ったら普通だったらね、観光するとかね、いいホテル泊まるとか、そういうのをね、想像されるかもしれませんけどね、この動画はね、我々が過ごしたように過ごすっていう、そう、まあ、その県で自由にすればいいですからね。いや、もう佐賀県の中で一番素敵な時間を過ごしてきました。いや、またメンバーで来たいね、これは。うん、本当に絶対羨ましがると思う。6人で来ましょう。はい、というわけで今日は、辻岡さんの皆さんにたくさんご協力していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。釣岡でしょさんのチャンネルは概要欄に貼ってありますので、そちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、また次回の旅行の旅でお会いしましょう。バイバイ。